なぜトイックを受け続けるのかというね、結構言って3つぐらい、そしたらきっとそうだね、1日1回5年以上はいっていうのだけが人とのコミュニケーションだった、受けてないで本格っていうことで、ね、ダメだみたいな風潮ができてしまっているので、実際ダメだと思います。はい、では始まりました、モチベーチャンネルです。今回はですね、またですね、うちのすごい再生数稼ぎ先に言っときます、インチキモンスターです。はい、インチキモンスター、イングリッシュモンスター、はい、さあ、お越しいただきました、はい、お邪魔いたしました、はい、すごい再生数でですね、うん、ボンボン伸びていって、うん、なぜだか分かりません、目指せ10万再生で、ね、うちまだ10万再生動画が出てないので、はい、1個も、はい、それをなんとか1つ出したいなと思ってたんで、ちょうどバイリンガールのチカさんのですね、あの夫の、ね、まあ、お猿さんっていうんですけども、彼がトイックを受けてそのトイック開封っていうのをやってたんですよ、まあ、その動画はもうバイリンガールチカさんなんで、もうブワーって伸びて、そんな人気なんです。そこにおすすめとしてどうも上がってたらしくて、そこから来た人がすごく多かったので、うん、なんかうちの会社でもなんかね、一人英語勉強してる子がいるんですけど、 YouTube で、はい、英語関係のおすすめ動画みたいなのが出ることがあって、その1回目が出た時に森哲さんのこんなの面白いのが出てるよっていうおすすめリストに乗っかってたらしくて、ほうほうほう、うん、いい動画として、まあ、YouTube 側にこう判断されたというか、あ、そうなんだ、なって、さまざまなおすすめに上がったみたいで、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。で、今回はですね、まあ僕ら2人ともですね、100回以上トイックを受けてるわけですけども、ね、この前には開封動画、244回のトイックの結果受ける動画も撮りましたし、なぜトイックを受け続けるのかというですね、うん、そこの話を聞いていきたいかなと思いますね、うん、大きく言って3つぐらいあります。1つはただ単純に面白い、面白い、ほぼもう考えなくてもパッと見た瞬間にパッと正解がなんかそこだけ色が変わってくるような、ものが200問中190問ぐらいかな。ほうほうほう。で、それを解いてるのも楽しい、うんうんうん、で、それが一つですね。なるほど、こう簡単にもう解けるやつってことですね、うんうん、パッと見て、だから二つ目はね、1年に何問もないんだけど確かに勉強になることがあって、例えばメディアっていうのはメディアムの単数形だし、それからデータっていうのはデータムの複数形だ、ギリシャ語源ですからね。それからアジェンダもそうですね、アジェンダも、はいはいはい、でそういうのは多分ネイティブもほとんど意識してないんだけど、そうです、知らないですね、うん、でも彼らの本能的なものとしてメディアとかアジェンダとかデータを本当に単純に1個の単数形として分かるような形ではなかなか使いづらいはず。私はどんな勉強してもノンネイティブなので、あ、メディアみたいなのは多分ストップできると思うんですけど、喋、うんうん、ってると我々の今日の2番目の議題はとかっていう時、ああセカンドアジェンダトレーとかって思わず言っちゃいそうなんですよ、はあはあ、で多分言ってると思う。でそういうのを改めて問題で聞かれると、あ、これは単数形で使っちゃダメなんだなっていうのを、そういう勉強になる問題が1年に何問か出て、それが、非常に楽しいし勉強になるというのが2つ目の理由で。なるほど、知らないものに出会うですね、うん、知ってるものでこう解けるのも楽しいし、うんうんうん、知らないものに出会うのも、知らないというか、まあ、気がつかなかったことを改めて思いつか知らせていうこと、うん、で、これは多分かなりの方が共通していると思います、うん、レベルに関係なく、はい、3つ目が多分私の特殊な理由だと思うんですけど、95年ぐらいから2001年の初めぐらい、ましかけ6年ぐらい一人で勉強してたんですけど、うん、その間ほぼ人と口聞かなかったんですね。すごいですね。で前 の, 1日に1回スーパーで生鮮食料品の半額以下に売る時があって、はい、それ買いに行く時にレジのお姉さんといらっしゃいますってやるのが唯一の人とのコミュニケーション。レジのお姉さんが言うわけですね、いらっしゃいますで、まあ、またどうぞおいでくださいませって言って、はい、僕が私がはいって言ってそれがほぼお休みも、おはようも何もなくて、はい、そういうのが5年以上にわたって続いて、5 年, 5年以上1日1回5年以上はいっていうのだけが人とのコミュニケーションだったっていう、はいはい、でそれはそれで非常に楽しくてねああ生活がですね、うん、そのハイが楽しかったわけじゃないですか、はい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 、まあハイも楽しかった、ね、ハイも楽しかったね、はい、別に何も苦しみも何もしなくて辛くもなかったんだけど、はい、それで一時は引きこもりということでそれを売りにした時もあったんです。そうですね、はい、引きこもりでも何でもなくてただ楽しかったんですけど、お金がどんどん減っていくのが辛かっただけで、勉強をずっとやってたんですね、うん、はい、タイム最初1ページ読むのに何時間半日とかもかかってたんで、あ、じゃあタイムを購読するっていうのが、それだけじゃなくて、まあ、リスニングもそうですし、
そうですね、やるって言って下手なりに喋る練習とかもね、はい、してて、それが非常に楽しくて、まあ言ってみれば黄金時代だったんですけど、それが黄金時代なんですね。引きこもり時代が黄金時代引きこもりではございません人と会わなかっただけです、ね、それでそれのねトラウマとは言わない、はい、いや本人楽しかったんだけど、うん、でもその反動がだんだん年とともに出てきて、人と一緒に勉強したいっていう意欲が非常に強くなってきまして、その中で一番強力なのがやっぱり TOEIC の受験なんですよね。この問題配られる瞬間とかね、あの50、55分ぐらいからシーンとなってみんな待ってる瞬間とか、これで5万人とか10万人とかみんな同じ経験してるんだと思うと、それだけで嬉しくなってね。なるほど、他の人と同じ、うん、経験を共有できるという、うんうん、レベル関係ないですよ、ね、300点目指す人も森田先生も、はい、多分何人かもう10年に1回とか2回とかしか990以外取らないっていう人がいる。その人たちはひょっとしたら違うかもしれないけど、それ以外とはもうみんな同じ経験を共有してると思うので、で終わった後でずらずらずら大学とか高校の階段歩きながら、難しかったねとか全然分からなかったとか、そういう話を聞いてすごく嬉しくてね、だから それがもう非常に楽しいっていう。ほう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 。あと家に帰ってこチャンネルとか言って読んで、はい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 、当時の2チャンネルですね、悪口なんか書かれるとすごい気になる方なんで、はいはいはい、でそのジェットプロさんに言ったら、あのそんなの見たらダメですよって言われて、ただひたすら文句つけるだけが楽しみで、あれをやってる人が結構いるからね。そうですね、落書き、まあ、便所の落書きとかって言われるやつですよね、普段言えないことが匿名性になって、ね、匿名になったらこうみんな言うってやつですかね、まあ、いろんな人が書き込んでたのもいましたもんね。あのだってね、キンフレのテックス加藤さんだってね、2チャンネルのサラリーマンですかね、もともとね。そうなんですか、全然知らなかった。何も知らない、名前だけしか知らない。2チャンネルでめちゃくちゃ覚えてる人がいるって、問題をこんなに記憶してるとんでもないやつがいるみたいなことがあって、でそこで、ブログを始めるんですよ。でブログを始めて、でコンタクトしたんです、僕は、会いませんかって、一緒に思い出しませんかっていうのでやって、でそこで一緒に思い出す作業とかやったんですけど、毎回同じ会場だったんです僕ら、実は。あ、そうなんだ。同じ部屋とかでも近いところに住んでたんですかね。彼が西東京、僕が西だけれども北です、西北で、で何か知らないんですけど同じエリアなんですね、多分ね、もう同じところに当てられるっていう風になってたんで、面白いですね、はい、でも同じ部屋でも何か同じ列でも受けたことありますからねなんか漫画みたい、折鉄とカトテクさんが同じ列で受けてるなんて。そうそうそう。ちなみに私は問題を覚える能力が全くないので、全くさ、それには参加できないんですけど、読むだけですごく楽しくてね、その本当にその中でなぜかね、こんにちは菊池ですって言って特に写真問題とか完璧にコピーしちゃう人がいるんですよ。私はそれを見て、あ、すげえな、こんな菊池さん天才だなと思って、フルネームで菊池何さんなのか教えてほしいですよ。で問題は全く覚えられないたちなんで、その問題をすごく覚えられる掲示板の菊池さんがいるってことですね、別の多分、ね、偽物とは思いたくないですね、多分菊池さんなんでしょう。なるほど、その人も本当に菊池さんなんだって、そういうのを見るのが楽しかったっていうのが、それが3つ目、はいはい、今でも楽しいですね、はい、PBR とかのラジオで、インターネットラジオで僕らやってたやつですね、試験が終わった後、そういうものがあるっていう噂は聞いたことありますけど、はいはい、そういう聞く手段が分からないんですよ、どうやって聞いたらいいか。そうだったんですね、うん、そうです。そこで僕らね、神崎先生とかね、はい、一緒にやってましたからね、うん、じゃ聞いてなかったんですよあれは、うん、なんか聞きたいなと思ってたんですけど。あ、そうなんだね、はいはい、まあそこからね特急シリーズとか生まれましたからね、はい、そういうのも何にもわからないちゃんとトイックの問題集もやったことないし、文法っていうのを勉強したことがないので、はい、5チャンネルとかで何先生の何っていう本で何ページにこういうこと書いてるとか、はい、本当に理屈も何もなく素晴らしいなと思ってね。なるほど。ちなみにトイックもそうだし、トーフルド、IBTA で100点コースとかも仕事で電話やったり、E メールやり取りするにも、ほぼ高校までの英語をやって、で、それを読んだり聞いたりして肉付けしてれば、それで十分かな。ただそれ以外やってはいけないっていうことを繰り返して言いたいんですけど、その最新の主流になっている英語の文法を勉強して、今は未来形ってないんだっていうことを面白いなと思って、そこから足がかりに勉強していくことは素晴らしいことだと思うし、こういう老害のじいさんをどんどん乗り越えてその方向で勉強してほしいと思うけど、唯一文法のことに関して言えば、学校の文法でもうちょっと教えてほしかったなっていうのは
トーチインバージョン、はいはい、で僕は高校に78年に卒業したんですけど、うん、インバージョンをちゃんと系統的に教えてもらった記憶はない。なるほどなるほど。で一人で勉強してる時に何か変だな、で仕事同士バケバケひっくり返ることがあるなっていうのを気がついてたんですけど、その後トーフル CBT の講師になって、はいはい、そこで電子辞書の中にロイヤル英文法が入って、はい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 、その中で ある程度系統的に統治の穴があったので、それはすごく勉強になりました。アタッチとリザーマネジメントみたいなやつね、方向とか問題に出てくるインバージョンとかは、ちょっとプリーズファインドとかも出たことなんですね、うんうんうん、ダークスで英語を教えたりするときはこれは関係ないけどって言って、必要な知識だからって言ってしつこく解説するんだけど、公式問題集でも何でもそこまでは解説できないじゃないですか。ここには統治があって、統治はこういう条件書いてないですね、うん、全然ね。だからそういうところは人に習わないとちょっと難しいところかなっていうところはあるけど、うんですね、なぜ受け続けるのかっていうですね、うん、その理由を聞きました、うん、まあ、僕はね本書くためなんで分析しなきゃいけないので、うん、受けてないで本書くっていうともうダメだみたいな風潮ができてしまっているので今ですね、うん、多分実際ダメだと思います、ね、そうですね、公開されてない試験ですからね。英語講師、1階の英語講師としていろんな学校掛け持ち でそれぞれの学校にボスがいるわけですよ、はいはいはい、でその中で1回だけ、990点取って、その後5年ぐらい1回も受けてないと、うん、でいますね、そういう人に限って、ね、トイックはテクニックですっていう、あ、はいはいはい、でそういう人の教科書を見ると家庭法と家庭法過去完了の違いを延々と述べてたりしてね、はいはい、でさ、やっぱりそれはトイックに関わって仕事するのであれば受けていてほしいです、ね、毎回はともかくね、はいはい、うん、1年に 2,3 回は受けていてほしいですよね、うん、そうですね、うん、ぜひそういった先生とかね、そういった、うん、人が書いている参考書なんかを、ね、はい、使ってもらえればなと思います。はい、ここは岸さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。